カール・ラントシュタイナーは、オーストリアの病理学者、血清学者、a b o 式血液型を発見した。ラントシュタイナーは、バーデンバイ・ウィーンで、ユダヤ人として生まれた。父は、記者、新聞編集者、法学博士のレオポルト・ラントシュタイナー。父親とは6歳の時に死別し、母、ファニ・ヘスによって育てられた。1891年に、 ウィーン大学で医学の学位を取得し、ドイツのエミール・フィッシャーラの下で学んだことにより、科学にも精通していた。1900年に AB 様式血液型を発見、翌1901年11月14日に論文を発表。なお、ラントシュタイナーが発見したのは AB 型以外の3つであり、発表時点では A 型、B 型、C 型としていた。これにより、 1930年にノーベル生理学・医学賞を受賞している。1908年にウィーン大学の病理学の教授となり、同年ポリオの病原体、ポリオウイルスを発見した。1916年にはヘレン・ブラストと結婚し一人の息子を設けた。その後、第一次世界大戦のためオランダへと移った。1922年に、 ニューヨークのロックフェラー研究所に加わり、1937年には、弟子アレクサンダー・ウィーナーと R1 因子を発見。この間、アメリカの国民となり、1939年に退職後も修正をニューヨークで過ごした。1943年、実験室において心臓発作で死去した。1997年から2002年のユーロ。 流通開始まで発行されていた1000ーストリアシリング、紙幣に肖像が使用されていた。アンナ・エル・ストードカー、メルドット・デン・オーストリット・アウスデム・モスイチェン・グラウベン。18000オーストリート・アウスデム・ジュダントム・イン・ウィーン。1868、1914、ナメン・クベランダ・店、ピーター・ラング、フランクフルト、2009。 isbn 九百七十八から三から六三一五五八三二四 p 三百四十九エガーズ hj マイルストーンズインアーリーポリオメイライトスリサーチ j バイレル七十三四千五百三十三から五プミド千二十三万三千九百十ありがとうございます。